おはようございます。今日はバレンタインなので、好きな人に手作りチョコを渡そうと思っています。しかし、僕は料理が苦手で、美味しくできるか不安です。なので、美味しくできているかどうか確認するために、街中の人に味見をしてもらおうと思います。では、まずチョコを作っていきたいと思います。それではまずチョコを溶かしていきたいと思います。はい、チョコが溶けました。はい、次にケチャップを入れていきます。次に塩コショウを入れていきます。次に一味唐辛子を入れていきます。最後にキムチを入れていきます。ではカップに詰めていきたいと思います。では冷蔵庫で冷やしていきます。固まりました。ではデコペンで描いていきたいと思います。完成です。すいません、バレンタインで好きな人にチョコ渡そうと思っててチョコ作ったんですけど、上手にできてるかちょっと分かんなくて、少しだけ味見してもらってもいいですか？はい、ぜひ。あ、本当ですか？ちょっと待って。いただきます。はい。どうですか？これやってますね、これ。え？ちょちょちょ、あら、今日キムチですね。あ、キムチを。キムチ入れますけど。はい。え、本当は本当は？本当ですか？よかった。あ、いいですか？よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、君は好きな人がいて、バレンタインでチョコ渡そうと思ってて、新しいちょっとアレンジ加えたりしてちょっと作ってみたんですけど、ちょっとだけ味見してもらってもいいですか？ありがとうございます。どうですかね。玉ねぎじゃなくてキムチみたいな。はい、ちょっと入れてみたんですけど、美味しいですか？よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、好きな人にバレンタインでチョコ渡そうと思ってて作ったんですけど、ちょっといろいろアレンジ加えてみてみて、ちょっと試作してほしいんですけど、いいですか？ありがとうございます。あ、どうぞ。
美味しいですか？本当ですか？やった。ありがとうございます。これ、好きな人にあげてもいいですかね？いいですか？ありがとうございます。はい。どうしたらいいの？やったー、これ、隠し味に唾入ってるんですよ。やったー。どうせ、YouTube の企画で、まずいお菓子を食べさせたら、どういう反応するかみたいなことをやらせてもらって、すごい笑ってくれたりして、いい絵になったんで、よかったら動画使わせてもらいたいなって思ったんですけど、すいませんでした。使わせてもらっても大丈夫ですか？ありがとうございます。すいません。さっき YouTube の企画で、美味しくないお菓子を食べさせられたらどんな反応するかみたいな、やらせていただいて、まずかったこの映像を使いたいんですけど、使わせてもらってもいいですか？モザイクでいいですか？ちょっとお詫びで、どうぞ。すいません。YouTube の企画で、まずいお菓子を目の前で食べさせられたら、どういう反応するかみたいな企画をやらせてもらってて、今のこの映像を、使わせてもらってもいいですか？で、よかったらどうぞ、お口直しで。いえいえ、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。